仏教用語のアラカンとは、サンスクリット語、ラカン、パーリ語、アラハントに由来し、仏教において、最高の悟りを得た、尊敬や施しを受けるにふさわしい聖者のこと。この境地に達すると迷いの輪廻から脱して、ネハンに至ることができるという。略称して、ラカンとも言う。サンスクリット語ラカンの主格ラカンやパーリ語アラハントの音社語。漢訳には、 オーグという意訳もある。ボン、ラカンは、インドの宗教一般において、尊敬されるべき修行者を指した。通俗語言解釈として、煩悩の俗を殺すから殺俗と言われたり、ネハンに入って、迷いの世界に生まれないルーから不正と言われたりする。ラカンを五感に持つ、矢はラカンカと簡約され、英訳では、ラカンシップが当てられている。原始仏教。 仏派仏教においてアラカンは、修行者の到達しうる最高位である。学童を完成してこれ以上に学ぶようがないので、アラカンかを無学位という。それ未満の、不感か、一来か、アズルかを、有学位という。仏教では、アラカンでないものが、自分がアラカンでないことを知っていながら、故意にアラカンを名乗ることを、大盲語とし、最も重い払い罪を課して、 相談追放の対象とした。ボン、ラカンやトモエ、アラハンとアラハンタの漢訳であるオーグは、オクルミの別称である十号の一つでもある。アラカンは、元は、フツの別称であったが、後にフツと区別され、弟子を指す言葉となった。大乗仏教では、小門を、批判的に、アラカンと呼び、フツと区別した。大乗仏教の漢訳権では、 そうじて、アラカンを消門と、同一死し、菩薩や仏と対地して批判的に見る俗説が通り、流した。禅宗の中には、アラカンだったマカカショウに、釈迦の消防が直伝されたとして、釈迦の弟子たちの修行の姿を理想化し、アラカンの図像を消防後事の祈願の対象とした、宗派がある。中国、日本では仏法を護事することを誓った16人の、 弟子を十六ラカン、第一回の仏典編集に集まった五百人の弟子を五百0ラカンと称して尊敬することも、盛んになった。十六ラカン、ラカンの周りには、邪気もいる、六角堂、京都市中行区十六ラカン像、ダイアラカン、南大密タラ諸説法重記によると、仏滅八百年たち、南ンディミトラダイアラカンが、大衆に解いたとされる、仏直を受けて長く、 この世に重視主張を再度する役割を持った16人の、アラカン。ヒンドラバツだとカウベカばサカウベカかばつ、おさむだとヒンタダクくョラバツダだらかりバツトとドルタたら、犬ハクか。ハン、タクカコラナカサイナイムケータバツナバー各足、タチュータハン、タクカ、宝珠器に示される16ラカンに、大合唱、軍とバチタンの二人かまたは経由、ヒント、 ロの二人を追加して十八羅漢と呼ばれる。追加される羅漢は経典によって差異がある。また、チベット仏教では、十七番目をナンディミトラとし、十八番目を現状三蔵としている。仏陀に常に付き添った五百人の弟子、または、仏滅後の第一回の結集に集まった弟子を五百羅漢と称して、尊詞、敬愛することも、盛んに行われてきた。 ありがとうございます。